深いじり祭りは、大阪府堺市な各深い周辺で行われる、野々宮神社の秋祭り。深い地域には、各自治会に全部で8台のじりがあり、千木1号線を境に2つの地区に分かれる。毎年10月の第一土曜日と翌日曜日に行われる。2日間の祭礼には、早朝午前6時頃から一斉に各町のじりを、 おのののだんじり小屋から引き出し、準備を始める。初日は、宵宮、二日目は、本宮と呼び、大阪府堺市な各深井市水町にある、野宮神社に見合いりする。両日とも、深い地域内を栄光し、夜間は午後7時頃から午後10時頃までだんじりに、100から150個ほどの町賃が装飾された、明かり入れ栄光を行う。 また、本宮の2週間前の日曜日には、祭礼に先立って、主験引きと呼ばれる、栄光コースの路面状況確認や、断じりの走行状態確認、調整が行われる。東部連合、西部連合ともに、自治区内で、それぞれ東部連合パレード、西部連合パレードを行う。仙北高速鉄道、深江駅周辺での八丁連合パレードも行われ、 駅前の下り坂を一気に駆け降りた後の右方向へのやり回しは最大の見せ場であり、多くの観客を集める。祭礼時には管轄所である境南警察に栄光許可を取って栄光され、周辺道路は通行禁止、または交通規制が敷かれる。試験引きや宵宮の日の早朝には野宮神社にて神前に酒木と玉串を奉納し、 安全栄光祈願を行い、御神種を授かる。栄光関係者全員が出席する。出発に際して行われる。町内会長をはじめ、栄光責任者などが挨拶をし、安全栄光祈願で授かった、御神種で乾杯する。だんじり祭り最大の特徴にして見せ場である、やり回しは、大阪弁のやって回すが点火したものと、槍を回すを言い換えたものとがあると言われる。 京都の祇園祭りの保護では、車輪の元に割った竹を敷いて滑らせる、辻回しを行う。祇園祭発展系の日だ鉱山祭の出しは、戻し車という進行方向に対して、横向きにつけられた車輪を使い、変速の三輪となって角を曲がる。だんじり祭りでは、慎重に角を曲がるのではなく、走りながら直角に向きを変える。その迫力とスピードにおいては、 だんじり祭りを上回るものはないと言える。だんじりを前へ引く、青年団、旋回のきっかけを作る前テコ、舵取り役の後テコ、後テコに合図を送る、大工方、それぞれのタイミングを合わせるのが難しく腕の見せどころである。転倒や衝突の事故が最も多い場面であり、高度な技術を要することから、早く正確にやり回しを行うには、それぞれの持ち場を受け持つ。 各団体の息が合うことが重要となる。このため、多くの地域や地区においては、夜間の明かり入れ栄工事には、合図の視認性が低いことや、路面の状況を把握しにくい等の理由から、やり回しを行わない。しかし、深い地区のだんじり祭りでは、夜間の明かり入れ栄工事にも、やり回しが行われ、宵宮の夜八丁連合パレードは、非常に有名で多くの観客が訪れる。 他の地域、地区には見られない深いだんじり祭りのみの特徴である。パレードの開始前に各町の青年団によって行われるセレモニー。数百発の大型クラッカーを使うなどしてパレードの雰囲気を盛り上げる。祭りを終え、だんじりをこやいしまう時に行われる普段とは違った太鼓の打ち方。夜遅くではあるが、二日間の嵐のような祭りを終えた人たちの喜びと別れがある。 深い清水町団尻のしか見深い北町の下団尻、大阪夏の陣を題材にした、彫り物団尻には、彫物と言われる彫刻が随所に彫られている。彫物の題材は、天の岩と開き等の神話や、大阪夏の陣等の戦記が多く各町の団尻に、それぞれの趣向があり、団尻愛好家の中には、彫物を熱心に観察する人も多い。祭礼時には、 幕や加熱な工作で飾り、後部には、祭礼器と町端を立て、栄光する。断じ尻林には、大太鼓、太鼓、金、笛を用いる。これらと、その鳴らして、および断じ尻林の総称を、鳴り物という。栄光中には、じ尻同士がすれ違う際、休憩時、喪中の家の前を通過する際以外途切れることはなく、引き出の、総理屋の声と共に、 五穀法上を祈願する。断じりには断じりを制動するためのドラム式ブレーキが備えられている。転倒や衝突によって死傷者や家屋の損壊等の被害が甚大であったため、警察の指導の下と、深い断じりに限らず、すべての断じりにブレーキを装着することが昭和中期に義務付けられた。断じりの全部に乗るブレーキ責任者が、 速度調整や緊急停止等のブレーキペダルの操作を行う。ケヤ機材を使用して製作される断じりは、転倒や衝突の衝撃などに強い構造をしており、近年では住宅メーカーによって耐震構造の研究にも用いられることがある。仙北高速鉄道、深江駅周辺で行われるパレードや、各連合町内でのパレード、断じり栄光の監督、 祭り上勤の点灯時期等、祭礼に関する詳細な取り決めを決定する組織。毎年八丁の委員長となる年番長が決められ、他に副委員長、会計などの役がある。各長に、団じり委員会をはじめとする、いくつかの組織によって構成される。ありがとうございます。